さんこんにちは、 YouTuber のデッドマンサクさん、デュエルマスターズ、ということで、はい、本日はなんと、はい、素敵なゲスト2名にお越しいただきます。お願いします。ドン。わー、嘘、すごい、嘘、まさか、まさかの、はい、ということで自己紹介ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。じゃあまずはちょっとお願いします、自己紹介。何もかも無責任だ。どうもプリンスカイザーです。いや、プリンスカイザー言ってもらいました。どうもとか言うの。いやいやいや、言う、プリンスカイザー来ても、プリンスカイザー本物に来てもらいます。ありがとうございます。え、片山こちらもしかして。はぁ、甘い。すみません、こんにちは。かすみやすぎ、バルコです。すごい。待って、何もわからない。喋れない。あの、顎これは言いながら。はい、いやいや、素晴らしい。というわけで、今回は、まあ、ゼップカイザーね、またお越しいただきまして、今度は、ファルゴに来てもらったという。わぁ、嬉しい。いや、ファルゴ。まあ、本日はこの2人にね、お呼びしたんで、世界のデュエマをね、もうアニメ周りの熱いデュエマを見せてもらいたいと思うんですが、見たい、まあ、ただやるだけではつまんないので、ね、スペシャルルール用意しました。その名も、大声デュエマということで、アニメといえばかっこいいね、セリフじゃないですか。はい、で大きな声でね、迫力ある、召喚とか、アタックとかやるじゃないですか。やりたい。ということで、今回ここね、あの騒音計、要は音の大きさを測る機械を用意しました。例えば、パーツでやる、いくぞーやると、今100ぐらい出たんですよ、うん、これ100を超えないと召喚もアタックも無効、あの代わりに墓地を置かれます。なるほど、ね、効果も無効になります。うわー、というね、大声テーマこちらご用意しましたので、はい、ちょっとじゃあ自信のほど、じゃあカイズ様。私が負けるはずがない。46回です。大丈夫かな。ちょっと不安ですね。はい、じゃあファルコはどうですか。顎次第ですね。顎をやれって言われたら無理。あの95ぐらい。ああ、いけるいける。じゃあでもまだ100だから、100からダメ。はいはいはい、任せ。はい、ということで、早速、はい、じゃあ、大声デュエマをやっていきたいと思います。いくぞ、やあ。はい、ということで、デュエル準備できましたー。ということで、大声デュエマ、カイザー VS ファルゴ。これは、まあ、じゃんけんもね、超えなきゃダメですよ。当然ですけど。なるほど。何？じゃんけんも100超えなきゃダメ。でも、2人合わせてだよね、それ。だから、もう一回やらせる。じゃんけんお願いします。いいよ。最初はグー、じゃんけんほい。成立。大好き。負けです。声出さなきゃ。負けです。声出さなきゃ。はい、というわけで書いたのは勝利に先行ですね、はい、じゃあ早速いきましょう。デュエマスタートもちなみに100個いないと、はい、ここなんで何回もやらせます。始まらない。はい、いくぞ。デュエマスタート。あ、やっぱみんなで合わせていくね。まあそうだね。じゃあ100って、あの、はいはい、電車が通ってるガード下ぐらい。あー、なるほどね。結構出さないと。はぁ、弱い弱い。どうだこれ。事故いぞ。100いっても100いっても、いい感じいい感じ。あ、なるほどね。ボルシャック、ボルジャークを。あ、出た。マナチャージ、ターンエンド。カード使うとき、まあ、カード使うときだね。使うときとアタックするときで、はい、オーケーオーケー。それじゃあ行こうか。まあいいか。プライマルジャイアントマナチャージして、1マナからスナイプモスキート。おー、成立。これファルゴか。ジャイアントインセクターね。ターン終了。ファルゴ、意外なカード使ってるな。そう、そりゃそうよ、ジャイアントだもん。ジャイアントね。ここだから結構早いですね。まだ手がよく分かってないんだけど。マナチャージ。うん。お、二マナで。はい。アシスターコピー。ああ、107いった。はい。意外といく、意外といく。必死だぜ。ナイスだ。アンダップ。ドロー。うわあ、弱いぞこのドローは。どうしよう。いやー、いいですね。声が大きいだけ全然いつもと違います。違いますね。見え方が。見え方が。はい。普段別にそんな声小さくないぞ我々。いやいや、チェリーは大きいよね。はい。二マナから。剣道ジャイアント召喚。おお、104。泣かないことはないよ。まあ、でもこれマハワイとできないね。何しようでか。あ、でかい。でかいねあいつ。何しようだね。元気ちゃう。何しようって言ったら単終了。じゃファルゴ、ファルゴなんですよ。ファルゴっぽい。ファルゴね。ファルゴっぽい。はいはい、待って待って。ファルゴラスト。ファルゴファルゴ。アーファ。そんな適当に言わない。オルシャックドラゴンマナチャージ。はいはい。三マナ。はい。呪文。ジュエリストチャージャー。おー、いったー。結構ギリギリだったね、今ね。結構ギリだった、結構ギリだった。で、ちょっとやばいな。お手向けにする。うん。おお。ちょっと相手すげー強そう。ボルシャックはこれだけだ。これだけだ。そうだね。アシスターコピー引きすぎだね。ボルシャックカイザーが、はい、カイザーが入れて、どうするよ。はい、これですね。で、謎に行く。どうするよ。アタックはしないの。しない。はい、終了だ。なるほどね。アタップ戻します。なんもないね。なんもない、どうだ。マナチャージ、1マナからプライマルジャイアント。おー、いかないことないね。いや、はい、すごいな。すごいですね。すごいすごい。あれ、この辺がちょっとだんだん、ね、しんどくなってくる。しんどくなってくる。喉が、そう、たくさんカード使うとやっぱり。なるほどね、確かに確かに。しかしこの辺からでも強力な、うん、出てくるかも、ね、意外とプライマル効きそうだよね。
ネクレイドとかとまるから。まあそうね、うん、革命チェンジにはね効かないんですよね。そうそうそう、どうしてもね。ボルシャック・ボルジャークをマナチャージ、アシスターコッピーがいるので、はいはい、4マナいけ、ボルシャックサイン。おお、行きました。かっこいい。はいはいはい。さあ、ボルシャック呪文ですね。呪文、ボルシャックサイン。コスト7以下の進化ではないアーマードクリーチャー、はい、ここもでもあのダメージ100いらないと、はい、出す時も、はい、出す時も言ってください。ここで出すのは豪炎の竜王、ボルシャックカイザー。おお、いったいった、素晴らしい。必死だね、我々。いった我々これ。で、7以下で2個上がります。コップかい。そしてボルシャックカイザーを破壊する、まあ、ね、あるかい、もしかして。そして、はい、で効果でボルシャックカイザーが破壊された時に、うん、カードを1枚引く、うん、その後名前にボルシャックとある進化ではないドラゴンを一体自分の手札から出してるよ。お、読んでんね。いやいや、もう随分。いやいや、で、ヒデ、出す時もお願いします。ここで出すのは、ああ、出せるかな、竜王神ボルシャックバクテラス。わあ、わあ、ここボルシャックの太陽だ。やったー。今いらないよ、すごい。今声張る必要ない。いやいやいや、いる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 、今ないよ。いるいいのかい、こんなバクテラスなんか出して、はい、強いぞ、はい、じゃあ効果で4枚見る、4枚見る、うん、4枚見るよ。そうです、そうですよ、カイソン合ってる合ってる、うん、あとね、プライマーがいるんで、そう、全部マナです、ね、でも一旦ここもあの それぞれあの出していただいて、大声、マナにも行かない、墓地に行っちゃうの。あ、そういうことね、代わりになる、ね、向こうも向こうだから、ルールだね。そうそうそう、でかい子出してもらって、うん、僕は結構決めていいってことだから、なるほどね。まあ俺も最悪 YouTube スタジオに火つけるつもりで頑張るから。いやいやいや、やめなさい、やめなさい、命令出してやめなさい、そのね、カイザ様の叩き革命ボルシュゴス。ギリギリ100。ギリギリ100。ギリギリでしたね。はい、じゃあこれマナ、叩きって言いづらそうだったね。うん、ギリ100でない。全部全部、いや確認したね。全部、いやもう全部、サクさんもすごいうなずいてる。郊外流ホーリーグレイス。おお、まあ、笑い出ない出ない出ないよ、出ないのに大声出させられるという。さらにピースパリールピア。おお、言ってる言ってる言ってる、出ないよね、出ないよ、出ないよ、全部出ないぞ。さらにピースパリールピア。あ、いったいったいった、出ない、出ない、出ないが一番声出ない。確かに出ないが、出ないがもう心こもってる。ここでターン終了だ。ハンドアップ。じゃあここからちょっと引き上げます。お、え、ここから今100でしたけど、なんで不利になってる人のところで引き上げてるの。いや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 、なんもないぞ。ターンのね、ターンの105で、105でお願いします。105、はい、ドローします。105で、105までいかないとダメですよ。そうでしょ、終わりっすね、これ。あ、ほんまないもん。ハンドアップ、ドロー。マナ伸びましたからね。まあそうだね、カイゾンだいぶ、うん、俺もちょっと、でもちょっとこれ普通やばくない？いやもう持つかどうかだね。持つかどうかね。もう大声出す機会なさそう。ちょっとちょっと頑張ってファルコ。頑張ってファルコ。聞かないも聞かないか。そんなんだっけファルコ？そんなもん。そんなもん。だいぶチアニ分強めじゃない？ちょっと強め。どう考えてんの？もやもみあげの下にメガネ入ってんだから。いやいや。うん、あんまなさそうだな。どうするか、どうするか。まあ結構プライマルだね。105結構ギリだぜ。そう、さっきも言ってないやつもあったから。あったからスターコピーをマナチャージ、まあ、ちょっとプライムでいないとね、こっちのせっかくいいところが、うん、そうね、見づらいですよね。なんかタップとかしてうまくやっつけたいところですね。そうですね、はい。あ、え、9マナチャージ、ということはアシスターコピーがいるから、あ、そう、1軽減か、9マナ、9マナ、9マナ、竜王神ボルシャックバクテラス。お、いった、いた、109いきました。危ない。これもう途端に僕はもうあとトリガー頼みだね。そうですね、これ好きだから、ね、じゃあ今回で、じゃあ喉頑張ってもらって、まあ一応これもう105枚見る、4枚、まずはうん、護衛の竜王ボルシャックカイザー。まだ行くんですね。あの、OK、セーフです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 。むーちゃんがただ大きい声出させられてる企画じゃないかい。すいません、いやいやいや、カイザー様ね、勝ってる勝ってる勝ってる、カイザー様ね、有利です。ボルシャックドラゴン。おお、ギリ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 、出ない。郊外流ホーリーグレイス。もういった、106いきましたね。まね、出ない出ない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 、これは使えない、したないからしたら、はい、下に行く。アタックもでもこれ声出すんだね。あ、どうですか。あ、いい感じ、ダメージ入ってるよ。うん、はーって言ってる。竜王神ボルシャックバクテラスでシールドブレイク。おお、ギリギリ言ってる。じゃあどこ言いますか。ここだ、はい、ここだ。あー、強い強い、はーはーって言ってない俺。マーチングバトン内来シールドトリガーブラス108やったぜ。出た時に、自分のクイーチャー2体をマナに置いて、相手は自身のクイーチャー2体をマナに置いてください。おお、強っ。けどこれ
まあどうしようかな、プライマルジャイアント残さないとだし、まあさあ、まあ、水物は足んないし、ここ2体かな、はい、2体置いてください。2体おれ2体動かんかい。ジャックバックテラスとシスターコピーを、はいはい、グッ、おいじゃあ、おいじゃあ、でこれもともと出てたもんですね、こっちは。そうですね、うん、よし一回深呼吸してね、お水飲むかい。水大丈夫です、ね、大丈夫かい。もう行く、ジュオシンボルシャックバックテラスでシールドブレイク。おいった、105.1とか 105.1 とか行きました。ギリ行くな。じゃあシールドブレイク、今んとここうふんシールドトリガーサイバー3倍ドン。はい、110いきました。110いきました。最高記録、はい、じゃあ打ちまして、まあ一応アタックもブロックも強いのなので、はい、キーズワンとかしますよと。はい、ではターンエンドだ。はい、ではアンタップしてドロー。さあでもこれでもチャリコ、チャリコ出ないよ。ハルコ、ハルコ、ハルコじゃない、全然ハルコじゃない。ハルコくん逆転の目出てきてませんか。そうだね、出てきたね。こんな攻め方だっけ。なんとかなりそうだね。なんとかしようか。クラウドジャイアントチャージして、2マナでキャデビット。あ、ダメです。あれ、あ、そうか、あ、ごめんなさい、あ、忘れてます。え、まだ俺召喚かで言ってない。召喚かで言ってキャディでいいとしか言ってない。いや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 、ダメです、ダメです、ダメです。80ぐらいしか言ってない。全然ダメ、全然ダメ、全然ダメ。ねえ、全然びっくりしちゃった。ない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 、完全に今忘れてびっくりしちゃった。どうか、まあいいやいいや、なんでもいいよ。では、5マナからスチュアルタッチダウン。おー、115すごい。じゃあこれマナに送ってもらって、マナからこれ絶対失敗したらいけないもんね。失敗したらいけないとこ。ギャラクティカゴーレンファンタジスタ ー, ー、はい、いってます。じゃあエンド、じゃあエンド、はい、1回ぐらい失敗しといた方が面白いかなと思ったんだよ。うわ、ファルゴ言いそう。そうだろ、ファルゴ言いそうなこと言ってきた。そっちの方がおもろいかなと思ったんだよ。絶対忘れてるね。あの、ちなみにちょっとここ追加ルールで、はい、あのダイレクトアタックの時だけ110ないといけないと。あら、言うようにさせてください。110です。 110結構頑張んないと。110は車のクラクションぐらいの。おー、大変ですね。5マナで、5マナ、ゴーエンの竜王ボルシャックカイザー。おい、ギリ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 、まあ、ただスピードがない。あ、そうね、まあ、スピードとかってないし、まあファルのマンタジさんもいるしね。アレンドだ、アンタップ。まあここはね、一旦ね、ゆっくりゆっくりやっていきますか。ではマナーチャージもキャリービートル出すとあれだから、5マナから豪快グランドスラムスコーピオン。おー、出る、全然全セーフです。出ます。で、4番アンタップ、4つアンタップ、はい、4つアンタップね。しまして、さらに5までからチアスカルトアカレを召喚。もういってるね、ね、チアスカルトアカレで、なんだっけ、ゴーエンの竜をボルシャックカイザーにアタックするとき能力で、一体をマナに送ってと、めくれどします。大丈夫です、108と。あ、よしよしよし、はい、めくれど8だね、これ8ですね、8だね。いや、どうしようかな、これ。まあ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 、ギャラクティカゴーレンファンタジスタ。もういってる、いってる、110出てるね、出てるね。で、バトル、あ、出てるね、はい、はい、破壊バトルでございます。じゃあ、効果で1枚引いて。カイザーもテキスト確認してる。お、出る、お、出る、じゃあちょ、声が出るかどうか。1枚引いてる、105、竜王神ボルシャックバッテラス、マジでセーフ、107、うん、じゃあ効果で4枚見れますが、まあ、出さんくてもいいからね。明らかに、その、デッキのその性質で不利じゃないかい、うん、そうそう、残してる。いや、プライマージャイアントが強い。ああ、そうかね。そう、ジャイアントもたくさん出すから、ね、一緒一緒。まあそうか、ルールは一緒ですよ。もう出さない方が強いまである、いい、山札に残した方がいいまである。ああ、まあそういうことね。喉を休ませよう、うん、喉ケアでね、喉ケアでね。ああ、これまずいね。あ、でもこれ、ちょっとで も手はないね、マファハイターないからね、こいつ。まあ、パワーなんなら相手1万7000とかですね。あ、でもこれ、あれか、次の自分のターンの始めまでだから。あ、そっかそっか、アタックできないや。アタックできない、なるほど、危ねえ。ゴルマン強い。じゃあ、タエンド、ポー、強い強い、ギャラクティカゴールファンタジスタ。チームいてるとあんま出ないね。うん、やっぱマイクに向かって言うべきなんだね、これ。あっちに向かって言うマジで出ないと。カメラに向かって言うっていうルールで、ちょっと、いや、これからカメラに向かって言うだって、もうちゃん、カメラに向かって、カメラに向かってだって、あの、カメラに向かって、これこっちやねん。いやいや、これカメラ、カメラ出ないぞ、これ。終わんないぞ、ダイレクトアタック通らずに。
俺はやばい、カメラに向かってはないと。 D4 たるもの、いや、うん、D4 たるもの、ないない、そんなないよ。いやいやいや、ね、そんなないよ。 D4 はいかがある時もカメラを意識しなければならない、うん、D4 のルール、その1、その1。いいけど、多分こっちの方が辛いぞ。いや、いやでも、もうだいぶ出してるから、この人。もう その1なんで。6マナ。6マナ。カメラに向かって。カメラに向かってお願いします。光外流、ホーリーグレイス。おぉ、105。105いきました。105.2。いやで、タップ、全部タップだけど、まあまあ。終了。はい。はい。では、あんた。一応これも耐えられればね。まあそうだね。全然ありますよ。結局、この、バクテラスがどかないとね。なんとかなるの、いや、通ればかな、通れば、声が、声が、うん、カメラに向かってですよ。全部通ればまだある。全部通ればある。いくぞ、観覧ホールインワンゲラケツ。おー、107。はい、まず4番だからね。4番だからね、すごい、はい、ハルボではないけどすごい。当てた時の効果だし、出た時の効果、そうだね。あ、じゃあ僕で、はい、できまーす、はい、で、シャッフルして、下ですね、下か、うん、はい、よし、ファルコかどうかは別として、2マナからサイバータンバイラン。おー、すごい。しで、お、ボルシャクバクテラスに行きます。あ、はい、で、アタックもブロックもできなくてさ、できなくなりましたよ。次のターン始めるまでですね、うん、はい、で、1枚行きます。よいしょ。で、2マナから、観覧ボーリングヘラクレスの能力で行きます。剣道ジャイアント。おー、行った、ギリギリ行った、あぶねー。これミスったら全てが崩壊した。そう、ミスったらやばかったね。剣道ジャイアントでホーリーグレイスドラゴンにマッハワイターでアタックします。はい、で、アタックしますが、はい、ギャラクティカゴロファンタジスタの能力でバトルを肩代わりしますと。おお、すごい。で、バトル13000でね、はい、破壊します。でも、行きましょう、行きましょうよ。トリプル、トリプルの、ダブルワン、トリプルだから、さらに観覧降臨のヘラクレスは枚数以下のコストのスクリーチャーを出せるから、あんまない、あんまないね。じゃあこれチアスカーレットアカネからか、いくぜ、チアスカーレットアカネでシールドにダブルブレイク、行くときに剣道ジャイアントマナに送って。声だらけだな。あ、今1回でめくれとします。はいはい、めくれとしますね。使うときまたちょっとお願いしますね。はい、います。めくれいど8でチアスカーレットアカネ再度召喚。大丈夫、大丈夫、大変大変大変、困った困った。いいんだいいんだ、明日休みだから。よし、で、ダブルブレイク、ダブルブレイクか、ダブルブレイク。あるのか、ダックスはね、言ったから。いや、ゴルフォン強いな。シールドトリガー発動、光外流ホーリーグレイス。あれ、これはこれはちょっとどうですか、下げなかった。104ぐらい、104でした。これまずいよ、止まんないと。104でしたね、さて、ぼち、発動これまずいよ。ここに来て、カイザー様にまた疲れが。いや、さすがにね、読みすぎ。鉄壁、バクテラス、やっぱ体力消耗激しいんや。これね、こっち向き出したら、途端に苦しい。あ、途端に苦しい。苦しい苦しい、これ。こんなことが、カイザー様。やはりバクテラスね、危険なカードですね。そうですね。うん、違う違う、バクテラス関係ない。違うって、このルールの問題だよ。いやいや、豪快グランドスラムスコーピオンでトリプルブレイク。もう行ってる行ってる、行くときに効果発動、能力剣道ジャイアント。マナカ族できやがる。あ、これマナカ族やっけ。マナカ族できやがる。マナカ族先でした。行くぞーこっつぶしこっつぶしこっつぶしこ、全然でかいクリじゃ出ないんだ。剣道ジャイアント、行くぞー、ボー。今日うちでかいけど、剣道ジャイアント出てただけ。剣道ジャイアント出てきた。で、トリプル。で、トリプルメイク。むちゃ、カイザ、むちゃ、カイザ様の喉があるのか。あー、出したい、頑張れ。出したい、最後に、お願いします、カイザ様。声が出れば。頑張れ。シールドトリガー発動、ピースパリールピアー。おー、行った行った行った。ピースパリールピアー。あー、はい、あー大変だね。はい、じゃあこれで、まあ出ました、用途も出ました。でまずシールドリガープラスで全部タップですかね。そうですね、はい、おー、全部タップ。おー、これはしかしゴルファンが邪魔。そうだね。で、まあゴルファンたちの能力ですね、たまたまありませんよと。で、パリルピアの効果で3枚見て、はい、そうだね。最悪もう喉にだいぶダメージ入ってるから、うん、あ、まあダイレクトとかクストラビーも、うん、ダイレクトビーも、あ、もうダイレクトビー食らわない、うん、食らわない食らわない食らわない説110いかなきゃいけない、110いかなきゃいけないからね、うん、もうおお、なんかこれなんかちょっと耐えるかも。嫌だね、ちょっと耐えの構えできましたね、これ。そうだね。でもう1枚、もう1回耐えの構えあります。マナもめちゃめちゃありますからね、そのプライマルで増えた。そうね。いや、しかしゴルファンが強いのなんの。
いやギャラクティカゴルファンタジーさん強いね、うん、強いねこいつ、うん、小粒しか出ねえ、小粒しか出ねえ、うん、1マナと2マナしかいなくない、マナに本当にマナにね、あともアルバドロスタラルバドロス出しても意味ないやつ、そうはい、じゃあ、はい、カイさんのターンですね、だからこれはちょっとアタックできないと、ゴルファンタジーさんでこれは厳しい、マナも潤沢手札も結構あるんで、うんね、パリ強かったですね、パリ強かったですね、やはりカイさんはトリガー強い、うん、トリガー強い、ダイハードプリンス7マナ、はい、ボルシャック、ボルジャーク、召喚、あ、いった、あ、きりいきました、召喚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 で、やーで、はい、出た時だね、はい、シールド追加ですね、シールド追加する強い、まあ、アタックはできない、やーやーやー、これファイナルエンドは耐えられれば、そうだね、チャンスは、うん、結構きついね、耐えられちゃったら、忘れ物出しておく、しかしこのルールではそうだ、はぁ、ダイレクトアタックの耐えるか残ってるのか、お前、うん、カタキ革命、ボルシュゴス、もういった、何すんだっけ、他のクリーチャーにブロック与えてですかね、お、はい、ではでは何エンドだ、なるほどね、ホントさあ、でもここからダイレクトアタック、いや逃走だね、硬いよ、硬きかかる、なんか出すとだってしかも後ろ増えるっしょ、増える、いやーきついね、お願いします、クリーチャーの数はねかなりいるんで、そうなんですよね、うほーい、うほーい、マジ引かなすぎでしょ、それではではでは、はい、まあ、6000以上のクリーチャーが、うん、まあ、数まあ、もう2体以上いるので、まあ、ね、コスト3コスト下げて、チアスケルと茜の能力ですね、うん、お使い、マナからガジンアルバドロスタラチラをマナから召喚、110いってます、あ、ね、ジャイアントね、このビッグマックあるからやりやすいんだ、あ、ランシンランシンっつって、あ、確かに、じゃあ、出します、はい、まず、茜の効果でマナを送ります、はい、そして、ランシン、違うわ、ここはいらんねんだな、どうや、あの、カード使うときに言ってください、はいはい、びっくりした、びっくりした、急に覚え出すからないかと思った、うん、まあ、1個は確定だね、チアスカーレット、茜をメクレイド発動能力で召喚、チアスペース、アカネも同じ能力で召喚、すごいなやっぱもう大変だよ、まずじゃあ、アカネ今見てね、チアスペースね、うん、ああ強いね、で、じゃあここでボルチャック、ボルチャックの効果でシールド増えますね、そうね、はい、おめちゃくちゃ凍えやそこさすがにコロナ勝てそうだけど、勝てる、うん、とりあえずじゃあ、まあ、まあ、ここはマッハファイターだね、全部ロック行くの、うん、だから、どっから行くかだな、まずはもうなかなかちょっと油断すると、うん、あれあれってなりそう、しかもまた盾もあるからね、一応でホールインワンのマナ送りもあるよと、マナ送りもあるといろいろあるんだけど、まあ、まずは盤面取るところからか、チャンスですアゲレロマッハワイターでボルジャックボルジャークにアタック、セーブです、ブロックせず、まあまあどうも、まあそうね、ブロックするとしたら、まあ、バクテラスかもしくはバリルピアとかで、だけどまあゴルファ自体がバトル身代わりしてくるよと、1万3000円、1万3000円のゴルファ強え、思わずカイツさんも強え、ゴルファほんと強えだ、めちゃくちゃ強くない、めちゃくちゃ強い、こいつ1枚だよさっきから、こいつ1枚だこいつ1枚じゃん、カルボ、そうよ、耐久じゃんゴルファに、そうよ、髪型がもうなんか面白くなってそうなんだよ、限界が限界してる、結構もうさ崩れてるんだよこれ全員ブロッカーではありますね、ただマッハなのが、マッハはチアスカーレット、アカネルですね、だから一応2体、2回ブロックすればボルジャークでマッハは、まあ、防げると、そうだね、はい、じゃあブロックをちょっと、ブロックも必要です、ブロックも必要かい、これブロックも必要です、そうか、そう大変だね、いや、そういうルールだ、ヒスパリールピアでブロック、あー、いった、ブで行きました、ブでブで行った、ブで行った、確かに破裂、ブまでちょっと怪しかったんですけども、 はい、チアスカーレット、アカネロ、マッハファイターの能力でボルジャック、ボルジャークにアタック、はい、行ってます、縦行きましたね、行くときに、はい、ジャスカーレット、アカネロ、あ、まだやんだ、まだやんだ、まだやんだで、メクレイド8をします、クラウド、ジャイアント、メクレイド8で召喚、はい、行ったそれは能力ですね、それでは3枚を瀕死ですね、全てジャイアントなので、なんで勝ってるのになんでこんな辛そうなんだ、でアタックでございます、ロックは、その反面途中がもうめちゃくちゃ静か、ハルコさん、ハルコさんちょっと大丈夫ですか、ゾンビになってる、ゾンビになってる、大丈夫、ピースパリールピアでブロック、行きました行きました、熱い熱い戦い、お水いただいてもいいですか、あ、いいっすよ思ったより叫ぶために残ったそりゃそうだよ、では、一
こんなに並ぶ前に決着つくと思ったの。それはピースパリーが今何枚見れてる、うん、1,2? あ、もう4枚見た、4枚見えた、はい、グレイスは、わグレイスは今マナに2枚あって、うん、さっき1枚あって、うん、3枚見たかな、4枚見てる、4枚見てる、よし、うん、よしレッツゴー、今日1出ました、よし、じゃあそれではだね、まあ大体これだね、よしよし、いくぞ、簡単ホーリングワン100円制シールドに向かってアタック、107、うわこれ耐熱だときついぞ。今まあ能力ですね、はい、能力で、ボルジャック、ボルジャックをマナに向かって送りたいと思います。マナの方向に向かってね、で、2マナ加速ですね、こっちは2マナ加速ですね、はい、2マナも伸ばせんのこいつ、去年の年末のカードやこれ。ファルコくん、もう散々使ってるでしょこれ、ホールマンヘラクロス、まあ、ちょっとまあまあまあ、ほら大体アニメで1回使ってる、あ、そうだね、って感じ、あんまり戦った、最近あんま戦ったもんね、最近あんま戦ったもんね、この時やっぱちょっとアニメっぽくね、うん、極力あのカード増やしてるわね、で、トリプル V、 で、ブロックするから、では、はい、竜王神ボルシャックバクテラスでブロック、お、110いきました、おー、110いきました、じゃあ、取ります、はい、取りました、はい、はぁ、頑張れ、もう勝ちは目の前だぞ、大変だ、勝ちは目の前だぞ、よし、5回グランドスラムスコーピオンで、うん、シールドに向かってアタック、114いきましたよ、114するときにマナから1マナ加速できる、あ、1マナ加速できるな、1マナ加速して、ね、あ、こいつ来た、いや、まあでもこっちかな、さすがにね、マナからウルトラボールジャイアント出します、108、これで108か、で、ブロックするか、ブロックするかどうかです、 あくまでさすがカイジさんも最後まで諦めない、そう、俺の喉を消費させることによってね、ダイレクトアタックが取らない可能性があるから、うん、確かに確かに、何回やっても取らない可能性ありますよ、敵革命ボルシュバスでブロック、 107.9、 おー、できた、では破壊だね、じゃあメガラストバスを使うかどうか、表情が苦しそうだね、もういいんじゃないか、やっとくか、呪文だから、呪文だから一応宣言しないと、ちょっと嬉しそうじゃないですか、ちょっと嬉しそうこいつ、さっきね、人が叫ぶとき嬉しそうなんだよ、離れたのでメガラストバースト、はい、あ、ごめんちょっと待って、それコース何、二の字も、あ、ダメだ、使えない使えない使えない、危ねえ危ねえ、あぶねえ、叫ぶ前でよかった、あー、叫びそうに、あぶねえ、ちょっとどこでカイさんもほっとした表情、あぶねえ、はい、よしよし、あ、届った届った、もうめくれいとするかどうかでもやるけどね、よし、はい、チアスカーレット赤根でシールドに向かってアタックするときに能力、まあいいのか、能力はいいのか、うん、使ってるよ、107.3、あ、107.3、じゃあ、能力で、はい、前に送ってメクレイの8 もう、するの、まだするの、マーチングバトン大大107、107、おちょ危ないね、これね、漫画のファルコみたいになるね、これ、そうそう、107で出すカードではなくない、ないね、マーチングバトン大大、107で出すカードじゃない、107払って出すカードでは、107払って、はい、ダブルブレイクシールドレイカーない、ない、うん、だがただハードストライクもない、あ、なかった、ない出た出た、これあった、あった、ここから己との戦いだな、それか110、はいはい、カメラ目線で110いかないと、110いかないといけないね、はい、まずはじゃあ一番破裂音が少なそうな剣道ジャイアントからいこうか、よし、110です、いくぞ、剣道ジャイアントでダイレクトアタック、111いきました、おーボーファルコの勝利、やったー、うーん、大変でしたね、はい、素晴らしいデュエルでした、ありがとうございます、お疲れ様でした、ということでちょっと感想を2人に伺いたいんですけど、はい、惜しくも負けてしまったカイズ様、疲れたでしょうね、でしょうね、はい、じゃあ一方見事勝利しました、うん、ファルコ、やっぱりね、この2人から着替えてるって思うんだよね、そこがこう、うん、それに出たのかなって感じしますね、何もわからない、何もわからない、ありがとうございました、はい、どうぞ大事にしてください、リフォーですかね、リフォーですか、リフォーですか、もう一回巻きましょうかな、そこは聞こえた、上昇で、あー、やばい、やばい、はい、ありがとうございましたね、はい、ありがとうございました、はい、ということで、大声ゲームお疲れ様でした、いや、大変お疲
れ様でしたね。お疲れ様です。はい、ということで、はい、どうでした、たくさん見れて。いやもう素晴らしかったですね。そうですね、本当アニメばりの声が聞けて、あのカイザさんが叫ぶたびにたくさんよしよしみたいな感じでめちゃめちゃ嬉しそうなのにファルコの時には微対値反応しないっていう微対値反応しない、良かったですね。良かったです、お二人ともお疲れ様です。お疲れ様でした。今回まさかのファルコは下克上ということですけど、はい、そのうちまた新キャラが来るのか来ないのか。いや新キャラは来るってなるとでも、うん、自分も危ないのでそうですね、確かに。そうだよ、実写デーマシリーズ、あんま余計なことは言えないですねなるほど、じゃあ、はい、もしコメントがね多ければこれ実写デーマシリーズ続きますので。何やる、イッサ、まあ、結構難しい。あとボーイ君か。ボーイ君か、ボーイ君結構髪大変そうだけどね。そうですね、金髪、うん、金髪のこれだからね、こういう感じ。いや、まあ、カツラでなんとかなる、春子さんもなんとかなってるから大丈夫だから。カツラでなんとかなる分にはね、うん、カツラっていうか、まあ、自害なんだけど、うん、ファル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 、この髪もなんかこうすごい落ちてくるんで、いろいろなんか時間制限があるからね。そう、時間制限があるんでこれ、はい、うん、はい、ということでね、ぜひこの実写電話シーン見たいよってたらコメントしてください。お願いします。じゃあちょっとファルコさんもあの締めてもらってもはいいいですか。ファルコさんの解説言います。はい、カツラでおいおいと思ったカツラアンドロー、よろしくお願いします。そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもある、ぜひチェックしてくれ。よし、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。